このコントローラーを握った瞬間に VR のヘッドマウントディスプレイで見えてる世界の中に自分の手が出てきたんですよ。まあ、VR って結構仮想現実って訳されがちなんですけど、より適切な訳としてはまあ人工現実感。東大の VR サークル UT バーチャルというところで少し前まで代表をしていました中川雅人と言います。一般的にこう VR って聞くとどうしてもまだこの VR のヘッドマウントディスプレイ、まあ、この目の前にガチッとつけてっていうのがすごい思い浮かぶと思うんですけど、でもヘッドマウントディスプレイでその表現できているのってこの視覚の部分と、まあ、あと聴覚の部分っていう2つだけしかなかったりするんですね。それだけでも十分面白いんですけど、それに加えてこう触覚であったりだとか体勢感覚であったりっていうのを付け足してあげると、世界に入り込んでその世界から受動的に情報を受け取るだけじゃなくて、自分がこう働きかけていって、でまたその働きかけに対してまたフィードバックが返ってきてみたいな感じで、 VR の世界にこうより深く入り込めるんじゃないかなというふうに思っています。前に電気椅子 VR という作品を作ったんですけど、その作品では体験者の手を実際に拘束してしまって、でその拘束された状態からゲームの中でギミックを解いていくことによって、少しずつこう手が解放されていって自由に動かせるようになって、また自由に動かせるようになった手でまた別のギミックを解いてみたいなデザインにしたんですけど、簡単に言うと脱出ゲームみたいな形式になっていまして、こう仕掛けが解けた時に、あ、自由になっていったっていう風に感じてもらって、与えられたギミックを解いていくというよりかは、実際に脱出できたぞみたいな感覚を味わってほしいなという風に思って作りました。大学に入学してすぐの新歓のイベントの時 でそれまでは VR とかは触ったことがむしろなかったんですけど、その時にこのオキュラスタッチっていうコントローラーを渡されたんですけど、このコントローラーを握った瞬間に VR で見えてる世界の中に自分の手が出てきたんですよ。物を握って投げてみたりだとか、銃を握っていて撃つみたいな手を使ってできる遊びみたいなコンテンツをやったんですけど、普通のこうコントローラーでゲームをしている時って、自分のこう動きが一度こうボタンってい こう少ない情報というかにこう集約されてから、こう中のキャラクターが動くみたいな感じだと思うんですけど、こういうコントローラーを使うと自分の体の動きが直接ゲームであったりこう VR の世界の中に反映されるっていうのがあって、それが違う体験でびっくりして感動したっていうのがあると思いますね。バーチャル東大は去年の9月にコロナの影響でオンラインでオープンキャンパスをやることになったんですけど、その中のプロジェクトの一つとして、来られない高校生の人たちに味わってもらおうという目的で行われました。そのバーチャル東大の目的は、なるべく多くの高校生の人たちに東大の雰囲気を味わってほしいということだったので、スマホからも見られたり、なるべくこう軽く、特に重要な部分以外は簡単に描いて、で特にここが細かくできているといいよねっていうところに時間を使ってみたいな風なやり方をしました。建物全体の形って普段別に遠くからしか見てないものなので、実は逆にこう細かいところは結構手を抜いていたりするんですけど、逆にこう建物に近づいていった時のこの玄関とかって結構注目して見るところだと思うので、このなんかドアのパターンであったりだとかはかなり作り込んで作ったような覚えがありますね。VR って結構仮想現実って訳されがちなんですけど、バーチャルって本質的にとか実質的にっていう意味を持っていて、より適切な訳としてはまあ実質現実であったり、あと人工現実感とかいう訳が正しかったりするんですけど、やることとしては本質をこう取り出すっていうことなので、いろんな体験であったりあと物事であったり そのエッセンスの部分を取り出してあげるっていう考え方なんですね。なので本質の部分を取り出して再現してあるから、まあ実質的に現実と一緒だよねっていうのがそのバーチャルリアリティかなというふうに思っています。